北九州市八幡西区のパチンコ店閉店後に景品交換所で強盗致傷事件です。警察は逃げた男の行方を追っています。警察によりますと、昨日午後11時半ごろ、北九州市八幡西区信の,のパチンコ店で閉店後に景品交換所から出てきた女性に男が鍵を出せと言って押し倒した上、さらに殺すぞなどと脅しました。 そして女性に交換所の鍵を開けさせ、中にある金庫を開けようとしました。その際、男は女性が警察に通報しようとしたことに気づき、女性の携帯電話を奪い走って逃げたということです。女性は肩をすりむくなどの怪我をしました。男は20歳から30歳くらいで、身長は165センチほど。マスクをつけて灰色の上着と黒っぽい長ズボンを着用していたということです。 警察は強盗致傷事件として男の行方を追っています。